kissed a girl just cause you wanted to. I'm thinking about what you made it do. She started doing her hair and makeup all just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, Don't get laid back cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, おはようございます。お誕生日のやつありがとうございました。めっちゃ見てたからな、時間勝手に人気に乾いてる。めっちゃ光の入りな、羨ましいよ。でもすぐ光おらんじゃん。頑張ります。はい、頑張ってください。今からじゃあお客さん迎えろ。10時からお客さんが来るので、今日も一日頑張りたいと思います。はい。終わりました。太田さんです。怖い。今日も爆笑ぶりです。やばかった。声聞こえてた？いや、誰の声か分からないけど、めっちゃ聞く。危なかった。ありがとうございます。また来月。よろしくお願いします。お客様から予約変更とか、そういう連絡を空いてる時間に返します。ななこさんです。紹介します。来週は祭り。今日は祭り？前はまつげ通しでやってました。今日はまつげが空いてなくて、また来週も、また来週も、2週連続。いつも見てます、本当に。ありがとうございます。お疲れ様でした。ほんまや。給食ですか？見てみた気がします。え、あ、なんか多分あると思う。あ、まだ途中段階。まだ途中段階。慣れてるな、見せ方が。何回目ですかね、もう。5回。5回はやってません。いや、もっとやってると思う。もっとやってますよね。5回やる。10回、結構10はいかないかも。今から写真撮ります。はい。あ、よく写真で見るやつや。見てる。二人とも可愛い。
ありがとうございます。ただいまの時刻2時、はい、ご飯を食べました。朝食べたっけ今日。朝ゼリー飲んだ。あ、ゼリーか。今日のご飯はセブンイレブンのシリーズにハマってる冷製パスタシリーズ。冷製パスタシリーズね。と枝豆の練り物、一番好きなやつや。これ俺が出会った時から食ってるで。いや、食べてないで。え、あのライフのやつずっと食ってるやん。食ってるわ、枝豆の。ウーバーかコンビニ飯が多いかな。ちょっと食えるもん。時間ない時はゴン茶。うん。ゴン茶とか飲み物系を飲んでて。まあ基本休憩1時間取ってるけど、なんか予約によったら取れへん時もあるから、早く終わったら食べる。よう帰ってきてさっき食った言うてるもんな。そうそう。美味しそうじゃないですか。まあそう。俺も今度食べてみようかなとか思ってた今。よ、好き食べた。食べた。お腹いっぱいだった。腹いっぱい？で、食べ終わったら、うん、携帯でインスタ更新したり、普通のインスタ更新してて、うんうん、で下書きしてる。寝る前にやってるな。そうそうそう。やって文章全部で、うん、でパッて昼ぐらいに投稿できるようにバランス見て、うん、やってます。今から投稿していくと、そうそうそう、空き状況とか見てストーリーとかを更新して、頑張れ。隅っこで。いってらっしゃい。陽介です。今日はユイのお店スーにお邪魔してます。スタッフの皆さんにもユイの印象を聞いていこうと思います。パワフルな人やなと思っててちょっと少年っぽい、うん、感じもするなって思ってて、すごい刺激的な存在ではあります。すべてのお客様となんかお友達みたいに喋っててすごいなって思ってて尊敬してます。毎日一緒に働けて楽しいです。はい、ありがとうございます。とりあえず可愛いとりあえず可愛いのと、もともとお客さんやったんですけど、はい、めっちゃ私のこと覚えてくれてて、どっか行きましたよねとか、ほんまに1ヶ月前のこととかめっちゃ覚えてくれてて、そういう一人一人お客さんのことをめっちゃ覚えてるとことか、はい、スタッフに対してもめっちゃ優しいところとか、一緒に働いた方がより好きになりました、はい、めっちゃいい人やなって、そりゃ愛される理由がわかるなって感じもう私一緒に働いて何年やろ、5年ぐらい。めっちゃ長いですね。5年ぐらいになるんですけど、めちゃくちゃ真面目。子はほんまに一緒に見てて一応先輩やけど尊敬するなって思うし、スタッフに対してもお客さんに対してもめっちゃ気ぃ利く。そんでイベント好きすぎ誕生日祝いたすぎやし、ほんまにとりあえずイベント好き。見て、私が今妊娠中なんですけど、はい、わざわざこんなん買ってきてくれてるのええやつやね。ええやつですね。ただめちゃくちゃ天然でも一緒に働いてて毎日楽しいです。はい、お帰りです。お帰りです。ありがとうございます。ということで、みんなでお客様を終了いたしました。はい。今日は5人連客しました。はい。お疲れ様でした。こんな感じで楽しくネイリストをしております。お客様も、うん、今日協力してもらって、うん、皆さんいい人でハッピーです。はい、はい、今日は月末なので締め作業が多いので、これからもちょっといろいろと片付けていきます。では
末で締め作業をやってくれてました。ありがとう、やっとったで、ね、こんな感じです。よろしくお願いします。みんなメール待ってますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長かったですね。最近もね、ありがたいことに忙しいんで、帰宅時間が今日は遅い。今日今何時？21時40分。お、10時前。ご飯の前に旅行。はい、お仕事ざん。え、なんて？お仕事ざん。お仕事ざん。インスタを更新して、うん、お問い合わせをちょっと返して、うん、仕事設定とりあえず、あれやな、お返事を返して。お返事インスタ時間です。携帯タイムやな。携帯タイムです。これが我が家での日常です。日常です。そうなんです。ずっと携帯触ってるかもね。さあ、でもネイルしてたら、携帯ネイルしてたら、ネイル中が返事とかできへんの、うん、できへんやな、あれ。だからもう一日中ぶっ通しでネイルしてたら、携帯を触るタイミングがあんまりちょこちょこ確認するぐらいでできんで、お返事が遅くなってしまう。こんな感じでお仕事も一日密着いかがでしたでしょうか。お風呂入って寝ようかな。うん、まあ、一日結構長くお店に行ってる時間多いんですけど、一瞬過ぎとお客さんと喋ってたら、ほんまに楽しく時間が過ぎていってる気がします。楽しそうでした、みんな。あ、どう？追ってみて。お客さんもスタッフの方もすごい丁寧で優しかったです。みんな丸一日おったけど、みんな喋ってくれて嬉しかったです。チャンネル登録よろしくお願いします。なってる